桶狭間桶狭間の交通名古屋鉄道名古屋本線、有松駅5月。桶狭間の交通では、桶狭間における交通について述べる。大技、桶狭間を通る鉄道路線は、最南部の野添町を東海道新幹線がかすめるほかはなく、鉄道駅も存在しない。ただし大技、有松を合わせた、有松町としては、名古屋市との緊密な関係もあって、 大正時代より一貫して、鳴海町麻有松浦に設置された愛知電機、鉄道有松浦駅が町の玄関口となっている。道路線には1931年6月から1935年頃まで、桶狭間駅が存在したが、その位置は現在の中京競馬場前駅から西に約200メートル地点の鳴海町地内であった。その他、南では、 JR 東海道本線の内南大高駅が最寄りではあるが、かつて、有松神城高等小学校からの修学旅行は、伊勢参りで、大高駅まで徒歩で向かったという。近世から明治時代に至るまでに、桶狭間村、大技桶狭間に存在した街道には、長坂道、ふんれ道、金崎道、大高道、大脇道、追い分け道、追い分けに行った道、 横根道などが知られている。近世の街道は、目的地の名を街道名に関することが一般的であり、同じ道筋でも、村や集落ごとにその名が異なっている場合が多い。例えば、長坂道は、別名、鳴海道、有松道とも呼ばれ、桶狭間村から見て、北の有松村、鳴海村方面に向かう街道であるが、有松村から見れば、 南の桶狭間村に通じる道であるので、同じ道を桶狭間村道と呼んでいる。同じように、大脇道は、東の地田郡、大脇村に向かう街道であるが、大脇村の視点からすれば、これを、置けば、道と捉えるのである。実質上、長坂道と、追分道と、横根道、そして大高道と、大脇道は同一の交通路である。このうち前者の、 長坂道は、北は、愛源郷付近の鎌倉街道から分岐したと見られて、折、鳴海村、有松村、桶狭間村、伊右門神殿、横根村を経たところで、境川、藍妻川を越えて、三河国へと至るという道筋をたどっている。すなわち、三河国刈谷に至る近道として、三州道、刈谷街道、刈谷街道と呼ばれたこともあり、 江戸時代以前より存在していたと考えられる古い街道である。他方、EE 沼ョ和氏の手になる、おひか分岐という書物には、有松村に始まりオープ村、小川村、半田村など、北半島東部の海岸沿いを南下して、諸崎村に至る街道を、東浦街道と呼ぶとあり、終わり国千下郡市では、有松村にて第1号国道より分岐して、 諸崎村へと至る県道を、諸崎街道、俗称を、東浦街道としている。また、校舎の大高道、大脇道は、東は、東亜野村付近に橋を発し、大脇村、桶狭間村を経て、西大高村へと至る道筋である。これも鎌倉街道と同様に、江戸時代以前から存在していた感動で、東海道の開通に伴い1601年に、感動を解かれている。 一方で、桶狭間村中心の視点からすれば、かつての村の中心は、郷前と呼ばれる集落にあり、各々の街道はここから放射線上に伸びていたと捉えることもできる。なお、道村内の同じ道筋でも時代によって、名称の変典などもあり、呼び名が一定していない場合も多いが、本校では最も一般的と思われる名称を代表的に用いて論じ、 必要に応じて別称とその由来を記述している。長坂道、追い分け道長坂道は、天保12年牛年5月千田郡桶、狭間村図面に示すところの名称で、丘陵上の桶狭間村から谷底の有松村に至るまで、長い坂が延々と続いていたことから懐いたと考えられる。三河街道あるいは、諸崎街道の一部をなす。 2013年現在は消滅している、有松町大技有松あざ長坂北、一部が残る、道技長坂南などのあざな、国道1号の長坂南交差点の名は、この理道に由来している。他に、漢文村村をぼえきに示すところの、有松道から推定しうる、有松道、天保12年牛年5月地下群を受狭間村図面に、記載のある、 鳴海道みから推定しうる、鳴海道、みち、天保十二年牛年五月下ぐ有松村図面に示すところの、桶狭間ざ村道などの名が知られている。現在のゴ米交差点から北に伸びる市道が、王子の長坂道のルートを、ほぼ踏襲している。瀬戸山交差点、大池南岸のクランク、マク交差点、地蔵地西岸などを経て、ファミリーマート風呂町店付近で踏んで道との分岐に、 至る。現在では踏んで道側が、名古屋市道馬つばせ東南、第2号線のまま幹線道として整備され、国道1号に向かって降りていくが、長坂道はここで左に折れて、名古屋市道長坂線となり、高根山の南側山麓を走る細い路地となる。名古屋市道有松第五十七号線と交わる、付近では、大技桶狭,狭間と、大技、有松の境界線が走り、 また区画整理が進んで王子の道筋が分かりにくくなっているほかは王子の街道と現在の市道のルートはほぼ同一である。大和有松に至ってからは山頂山の丘陵を越え、有松市街地へとほぼまっすぐ下る坂が延々と続く。なお下り坂の途中付近では愛知県道243号東海緑線の建造の際に国道1号の南側の丘陵に 切り通しが設けられたことで道が一時分断されていたが、有松橋が架けられて、再び繋がっている。そのすぐ先では、国道1号との有松町交差点があり、かつては信号機が付設されていたが、2013年現在では撤去されている。そして、国道1号以北では、有松市街地となり、江戸時代から、 明治時代にかけては、東海道筋と同様に絞り商工業者がの木を並べた界隈であり、現在でも沿道に、有松絞り久田本店があるほか、町屋の長坂広志報道などが残る。なお対象年間の地形図には、長坂道は1軒から1軒半の道幅を持つ、離道として記載されているが、2013年現在でも、 とりわけ大和有松地内における市道の道幅は2.7メートル以内の、狭いな箇所が多く、舗装がなされている以外はその様相に昔からほとんど変化がないことが見て取れる。また、有松絞り久田本店付近の長坂道からは、東へさらに細い市道が分岐しており、かつて絞り商屋同士が、商品の貸し借りのために客に分からないよう行き来した。 ことから、絞り小径と呼ばれる福井に1メートルほどの裏道で、ある。有松市街地の生端近く太友山、祇園寺の山門から東海道を挟んだ向かいに、南東方向へ分岐する、小さな小道がある。これが、長坂道であり、大技桶狭間から見れば、この東海道との合流点が、長坂道の終点となる。追い分け道は、三河街道あるいは、 諸崎街道の一部をなし、本校では、郷前交差点より、南方面へ向かう道筋について記述するものである。長坂道と同じく、現在の名古屋市道馬つばせ東南、第2号線が、王子のルートを、ほぼ踏襲しており、大和桶狭間南方のあざ遺留へと至る。国道23号のゲート下をくぐった付近で、そのまま南へ向かう道と南西へ向かう脇道とが、分岐するが、 南西方面の脇道が追い分け道であり、下群村友禅図が示すところのオープ道でもある。分岐せずにそのまま進む道は、下群村友禅図が示すところの横根道で、現在では分岐以降において、名古屋市道置狭間線に切り替わり、70メートルほどで間もなく、大府市に至る。なお、大府市内の追い分け道ないしオープ道は、原、追い分けの集落を経て、 大浜街道に接続する。同じく、大府市内の横根道はそのまま現在の国道366号に近いルートで南下し、横根村の中心地へと続く。下軍市は、小川村以北の諸崎街道を俗に、大浜街道というとあり、他方で、三河街道は、横根村を経て、三河国へ至っていたものと考えられている。 すなわち、愛元郷あるいは、有松村に橋を発する。三河街道は、自、伊流の分岐南においては、横根道のことを指し、同様に、有松村に橋を発する。諸崎街道は、自、伊流の分岐南においては、追い分け道、オープ道のことを指すと考えることが可能である。分ける道分出道は、天保十二年牛年五月下郡有松村図面に示すところの名称で、 天保12年牛年5月地田群桶、狭間村図面には道名が特に記載されていない。先日の長坂道の甲で触れたように、主道をファミリーマートブロマッチ店付近で左の脇道に折れずにそのまままっすぐ北に下っていく。道筋が急分で道にほぼ相当する。桶狭間交差点で国道1号と交差、そのまま有松市街地に至り、 名古屋有松郵便局付近で旧東海道と合流する。前線を通じて現在ではほぼ直線になっているが湾曲したかつての旧道の名残が場所によってわずかに残されている。名古屋有松郵便局の南東にある延命地蔵道はかつて桶狭間交差点付近の沿道にあったのが現在地に移転されたものである。また、東海道との辻には 東海道大府行県道と記された道標があり、現在は有松田市開館前に移築されている。桶狭沢新名社境大東側の追い分けにっ田道4月。追い分けにっ田道追追分けにっ田道は、大池の南岸付近で、三河街道あるいは、諸崎街道から分岐し、追い分けにっ田へと至る道である。追い分け神殿は、下軍追い分け村の市教として開発された村で、 三津屋と呼ばれる集落を形成している。大技桶狭間では、中溝川に沿って南進する名古屋市道森河川に、おおむね否定されるが、国道23号と交差する付近から、野津江町にかけては、旧来の道筋をたどることがやや困難となっている。野津江町から、大府市域に入ると北西に向かって緩やかなカーブとなるが、共和町6丁目と7丁目の境をなす大府市道。 共和町四丁目地内を北上する愛知県道244号、伊豆田共和線に、旧街道の道筋をたどることができる。そして伊勢湾岸自動車道の名古屋南インターチェンジが、愛知県道5十号名古屋平気南線に接続する、付近で、かつての大けに行った道も大浜街道に、接続している。大高道、大脇道大高道及び大脇道は、 下郡村友禅図によるところの呼び名で、前者は、豪前から西に向かい、大高に至る道筋、後者は、豪前から東へ向かい大脇村に至る道筋である。大脇村では、大高道もしくは、置けば、道という。江戸時代以前には、感動として機能していた古い街道である。また近世には、 新温州豊山派白泉山明楽寺の第十三代住職であった助山によって開かれた下四国礼城をめぐる変路道としての役割を持つにも至り、かつては一番札所である清涼山草原寺と八十八番札所である随古山円通寺を往来する巡礼者の姿も多く見られたという。名古屋市道馬翼東南第二号線上の豪前交差点から約80メートル北に、 東西に分岐する市道との辻があり、ここを長坂道と大高道及び大脇道との交点と捉えることができる。大高道は西に分岐する名古屋市道有松第65号線を精神し、桶狭間新明社境内の南側を越えたところにある市池の手前を右に折れ、そのまま北西に向かって桶狭間新明の住宅地を抜け、 愛知県道243号東海緑線との交差点である県平屋交差点を経て、旧大高町内の文久山へと至るルートに、ほぼ否定される。文久山に至った後、大高道の名残とされる道は、名古屋市道、大高線から、名古屋市道桶狭間線に切り替わる。市道桶狭間線は区画整理された、名古屋市緑区大根山一丁目地内、及び、 名古屋第二環状自動車道、国道302号によって、一旦寸断されるが、その異性では、緑ヶ丘自動車学校敷地の北側を回り、マムシ池を左に見ながら、大高緑地敷地の南側を精神し、鳥出前交差点から70メートルほど南で、大浜街道に接続している。大脇道は、名古屋市道馬つばせ東南、第二号線上の交差点から東に分岐する。 名古屋市道桶狭間中部、第20号線、道桶狭間中部第14号線、道桶狭間中部第4号線、道有松第116号線、道大脇線がこれに相当する。これらは路線名のみが断続的なもので、実際には一続きの道路であり、しかも総延長は450メートル程度である。号前交差点から東へ伸びる。 名古屋市道桶狭間直視線のほぼ100メートル北を並走しており、東の池の北岸を回り込んだところで、豊明市との市境界を越え、大脇へと至る。なお、この先の大脇道は、栄町大根交差点にて、豊明市道大根若王子線と交差した後、大原地北岸、豊明市立栄中学校敷地の南側を、通進する。JA や一東、 豊明堺支店付近で清涼山草原寺に向かう。道が右に分岐するが、大高堂はそのまま、境町麻葉湖、南葉湖、下原の住宅地の狭間を縫うようにさらに通信し、境川水系南瀬川に架か,かる大市橋を越え、旧愛知県道瀬と、大府停車場線との交差点を経て南東へと進み、やがて左折、名鉄名古屋本線のガード下をくぐり、国道1号に接続する。 豊明市境町南岳付近の古泉浄道九月。古泉浄道古泉浄道は、豊明市による呼び名で、大技桶狭間においては、天保十二年牛年五月地田群桶、狭間村図面に記載されている、これより落合村への道がこれに該当し、落合道などと呼ばれた可能性はある。地蔵池の北岸で、有松道から東に分岐し、桶狭間北2丁目の住宅地を通って、 と明市けに入り、豊明市内では、栄町あざ西山、あざ南ての住宅密集地の狭間まを縫うようにして、くんぐり抜け、やがて高下山高徳院、史跡桶狭間ま古戦場伝説地の脇を通って、国道1号に至る。金崎道金崎道10月。金崎道は、有松村から、桶狭間ま村、北尾村を経て、金崎村までを結んだ離道である。 江戸時代以前より存在していたと考えられ、桶狭間の戦いの折には、今川方、小田方が共に軍を進めた道筋としても知られている。ただし、王子の李道が近代以降の幹線道のベースとなっているパターンと異なり、大技桶狭間の取り分け東の池北における、金崎道は、近世以降あまり重要視されなかった可能性がある。 天保12年牛年5月地田郡をけ、狭間村図面にも、天保12年牛年5月地田郡、有松村図面にも道筋は見えず、明治時代や大正時代の地形図にも、離島としての記載がない。2013年現在にあっても、住宅地に続く、生活道路以上の役割を果たしているとは言い難い、ものがある。 旧東海道が整備される以前には、三河街道より分岐していたと考えられているが、現在では大技有松での旧東海道からその、道筋をたどることができる。天保12年牛戸市5月千田郡有松村図面に示されるところの筋界橋橋は、藍染川に架か,かる東海道の橋で、有松村の東端にあって、 鳴海村との境界にもなっているが、橋の手前で南に分岐する小道があり、ここが金崎道の分岐点となっている。市道西山線は、国道1号と交わった付近で、名古屋市道桶狭間北部、第二第三十四号線に切り替わるが、道はそのまま生三登録を回り込む形で大きく、カーブし、豊明市との境界線に沿いながら、次第に南進。 大技桶狭間東部の住宅地の中へと続いていく。名古屋短期大学敷地南側付近に隣接する辺りは釜が谷と呼ばれ、桶狭間の戦いの折には、小田方が周囲の中で突撃の気を伺う,うために身を潜めていた場所だと言われている。釜ヶ谷を過ぎ、愛知用水を下にくぐって、さらに南進した付近で、かつての金崎道の名残は、 後年の宅地造成のために途切れてしまう。和光山長福寺にある桶狭間霊園の東の小道は一部が金先道の名残と見られるが、それも再び瀬戸山樹木の住宅地の中で途切れてしまう。しかしさらに南方の東の池の西岸を南に走る名古屋市道桶狭間中部第五号線は金先道の名残と見られ、東の池の北端で工術する。 大高道と交差している。なお金崎道はさらになんか、大技桶狭間の東西の幹線道の一つである、名古屋市道桶狭間直視線を横切り、名治国道北先インターチェンジと交差する、大府市道へと抜けていくのである。なお、金崎の読みは、近崎でも、近崎でもなく、茅ヶ崎が正式である。かつての衣が、裏は、金崎村の付近まで奥まっており、 この付近が茅野の反もする岬であったことが、地名の由来であるという。金の字は、金星以降の当時と考えられ、終わり国地名校でも正式名は、茅野の先であるといい、がが濁音であり、さが静音であると言語をしている。東海道大技桶狭間に、旧東海道は通っていない。ただし、大技、桶狭間を南北に貫く街道、すなわち、長坂道、ん出道、 金崎道の北端は、すべてが、国道1号の北に並走する旧東海道にある。長坂道は大技、有松の西端にほど近い地点に、踏んで道は大技、有松の中ほどの地点、金崎道は大技、有松の東端にほど近い地点に、それぞれたどり着く。名古屋鉄道名古屋本線、有松駅改札口を出て、正面側の出入り口を降りると、 踏切と愛知県道237号新殿名古屋線が交差する南西側に至る。ここは大技有松であり、名古屋市による有松土地区画整理事業マイナス2014年によって景観の変化が著しい一体である。県道新殿名古屋線は緩やかな坂を登ってそのまま国道1号に長坂南交差点でつながるが、名鉄名古屋本線をまたぐ。 福音20メートルの主要な幹線として、交通量も多い現在の様相とは異なり、かつては天皇坂と呼ばれた、電面道がこの付近を南進して、大技桶,桶狭間方面へ向かっている。一方、踏切から南西へ80メートルほど進むと左右に分岐する細い道があるが、これが王子は王冠と損傷された旧東海道である。踏切を南に越えた、 県道神殿名古屋線も実際にはこの辻が終点であり、以降長坂南交差点までは有松線第1号と呼ばれる名古屋市道であって、2003年10月に車道部の共用が開始されるまでは存在しなかった道である。ありがとうございます。